どうもこんばんは、NM です。石田水先生の新作漫画超人 X ですが、運浪チャンネルで先日行われた配信でいろいろと情報が発表されましたので紹介していこうと思います。まず連載についてですが、4月に新作漫画の制作を発表した際には、水先生のツイッターのサブアカウント外波 X の方で掲載するようなツイートをしていましたが、どうやら正式な場所での連載になりそうです。配信の中で視聴者から、今書かれてる漫画もヤンジャンですかと質問された際に、水先生はトナジャンかなと返答していました。まだ正式に決定しているわけではなさそうで、ウェブで読みたいのか雑誌で読みたいのか視聴者から意見を募っていました。水先生的にはウェブ、トナジャンでの連載を想定しているようで、ウェブはすぐに見れる、雑誌に憧れたことはなくどこでもいいと思っている、もともとはウェブで書いていたのでウェブがいいと思っているけどまだ考え中とのことです。視聴者からの、習慣はきついですかという質問には、きついと即答していて、ページ数の制限をなくしたり各週連載もできるトナジャンが理想のようです。水先生自身も最近は漫画を電子書籍で読んでいるらしくて、雑誌で連載するとまだ読めてない人が先に読んだ人からのネタバレを食らうのが嫌とのことでした。そして超人 X の単行本を出すことは決定しているらしくて、雑誌で読みたい派の視聴者も単行本を出してくれるならウェブ連載でも問題ないと納得の人も多かったようでした。そしてなんと配信中には超人 X の作画風景も見せてくれました。髪型がマッシュで大きめのメガネをかけた東という人物、そして少し長めの黒髪を片目が隠れる具合で分けた少年、おそらく時代という名前、ちらっと見えたんですけど時代という名前、主人公じゃないのかなと僕は予想しています。また登場する超人のアイデアっていうのもなんかどんどん出てきてるらしくて、ハムスターの超人やらウンチの超人なんかのアイデアが出てるようです。もしかしたらチェンソーマン、最近でいうチェンソーマンですね、に登場する、悪魔のようなイメージに近いのかも知れません。どうやらですね、20ページほども漫画は書き進めているようで、そう遠くないうちに掲載されそうです。はい、ということで今回は、以上になります。まさか水先生が配信で、超人 X をチラ見せしてくれるとは思わなかったのでマジで、びっくりしましたね。でめちゃくちゃ楽しみになった。普通ないですからね、掲載前の、ラフの状態からペン入れまで、見せてくれることなんて。超人 X の絵柄も、ジャック・ジャンヌ、グールの後にジャック・ジャンヌを挟んだことで、またそのグールの時の絵柄とは違った雰囲気になってきてると思うので、戦闘シーンとか、どんな感じになるのかすごい楽しみですね。超人 X 連載された際にはですね、皆様思う存分語り合いましょう。ではまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。